自主トレでね相当追い込んできたと聞いたんですけども、はい、体の状態はどうですか？そうですね、まあ、例年通りぐらいの、練習量でやってきたんですけど、まあ、体自体は問題なくどこも異常なく来れているので、はい、まあ、じっくりと、またキャンプでも体を作って1年通して、しっかり仕事ができるように準備したいと思います。このキャンプで重点的に取り組みたいと考えていることは何でしょう？そうですね、まあ、技術的には今持っている球種であったりストレートの精度っていうものをもう1段もう2段上げてシーズンに入っていけるように、まあ、基礎体力のところもそうですし、まあ、ブルペンでも投げ込める日があれば投げていく中でこう感覚を養っていく機会も作りたいかなと思ってます。森下投手とね自主トレやってましたけども、うん、はい、開幕投手のことやねチームのことでどんな話をしたかちょっと聞かせてもらいたいんですけども。そうですね、まあ、その開幕に向けての話だったり、まあ、僕が経験した中での話だったりっていうのも彼に伝えましたし、はい、まあ、よりこう高いところで競い合って、はい、まあ、負けたくはないですけど、はい、まあ、彼にもそれだけの力は十分というか、はい、皆さん実力はしていると思うので、はい、まあ、負けないように頑張りたいなと思います。はい、まあね、チームは、3年連続 B クラス、大瀬良投手への、ね、期待は大きいわけですけども、シーズンに向けての、ね、思いを聞かせてください。そうですね、まあ、選手会長にもなりましたし、姿でもしっかりとチームを引っ張っていきたいというふうな思いもありますし、ここ2年は怪我で離脱してしまって、で離脱したタイミングでチームの状況っていうのがちょっと落ちてしまってたりっていうところも責任を感じてますので、なんとか1年通じて、チームのために仕事をして、そうすれば、きっともっと上に行けるチームだと思いますし、より、まあ、一体感を持ってやれば優勝を目指せるチームだと思うので、しっかりと、みんなで手を取り合って頑張っていきたいなと思います。